ミオリでございます。今日はなぜか掛川市の駅の新幹線通路ということで、これバックを見てください。なんと掛川市観光協会これ掛川市観光協会になぜミオリなんだということで勝手に演奏するということで、今日はこの方の前座ということで、前座ですね、さらに前座はミモリということで一曲演奏してみたいと思います。ではなぜか掛川市とは何だ関係はない関係はありません国道130号線の歌を歌いたいと思います。です。見てください、掛川北中学校野球部、ねえなんで三森ここにいるのかって意味はないです。見てください、誰も振り向いてくれない掛川市民冷たいよな。ねえ
さあどうかな。136号線歌ってるからね。ね。だけど。掛川市民の皆様、ごちそうさまでした。三森でございます。お疲れ様でした。はい。